旭川商業高校吹奏楽部です。今回、斜里公演今年3回目に、なりました。もしかしたらお客様の中に、去年、確か眼鏡をかけた先生がいたんじゃないかなと思うかもしれませんが、その佐藤淳先生は実は退職されまして、その、教え子である私が、バトンを受け取って、今年、旭川商業高校を、みんなと一緒にやってきた次第でございます。本当にシャリ、僕シャリ高校出身なんですけども、非常にシャリの空気がやっぱり違うなというふうに思いました。旭川に住んでですね、毎日毎日雪降ってます。本当にこれでもかっていうぐらい雪降ってるんですけど、こっち全然ありませんよね。本当にでもすごく寒い、やっぱり気温はすごく相変わらずだなというふうに思うんですけども、その寒さに負けないように今日は熱い演奏をですね、皆さんにお届けできればなというふうに思いますので、最後までごゆっくりお楽しみください。本日はご来場いただきましてありがとうございます。ただいまの曲は、笑顔サンシャインという曲をお送りいたしました。これは局長吹奏楽部がずっと大事にしている曲の一つでありますけれども、内藤純一先生という、先生からですね、創部80周年を記念して、作っていただいた、曲となっております。2曲目にお送りいたします曲は、これは実はコンクール曲でございます。去年の、ひと夏かけてですね、生徒たちともうじっくり、音楽と向き合って、作った曲でございます。全道大会に進んで、金賞をいただきましたけども、残念ながら全国代表という言葉ではいきませんでしたけども、本当に限りなく近い、評価をいただいて、あともう少しというところまで、やってきました。もちろん結果は大事なんですけどね、そこまで頑張ってきたすごくプロセスがすごく貴重だったなというふうに思います。今日そういう演奏ができればなというふうに、生徒たちも一生懸命演奏いたしますので、どうぞお聴きください。ローザのための楽章です。どうぞ。
ました。一夏かけて作った、コンクール曲を聴いていただきました。一部も、最後の曲になります。美女と野獣をお送りいたします。まあ、これディズニーの、曲なんですけども、旭川商業高校吹奏楽部はですね、まあ、単に楽譜通りに吹くんではなくて、それプラスアルファ何か、楽譜を新たに起こしたりですね、曲を追加したりだとか、あるいは歌を入れたりだとか、ハンドベルを入れたりだとか、そういうこう、ただこう曲を演奏するだけではなくて、そういう肉付けを、しております。今日はあの、美女と野獣初披露になるんですけども、来月のちょうど来月の3月4日5日に、定期演奏会を予定しております。第36回の定期演奏会になるんですけども、旭川市民文化会館というところで行いますので、まあ、今日はあのプログラムの中にも、ご案内させていただきましたけども、定期演奏会に向けてまた、この曲をですね、旭川市民の方々にも披露できたらなというふうに思います。それとあの、まあ、今回あのシャリ公演の3回目、になったんですが、本当にたくさんの方々に本当にこう、支えていただいて、こういうふうに公演ができるなというふうにしみじみ思っています。まあ、私たちは本当に、恩返しといいますか、音で皆様にお礼を伝えるということを行っております。少しでもですね、こういう、恩返しが皆様に伝わったらなというふうに思います。それでは一部最後の曲になります。美女と野獣お聴きください。
演奏だけじゃなくて本当に皆さんに楽しんでもらえるステージをと、本当に試行錯誤を考えながら、ステージを作り上げているこう高校生って素敵だなというふうに思います。で私事なんですけども、私実は昨年度まで斜里中学校に、いまして、2年間ほど斜里中学校にいたんですが、その前に網走第一中学校というところに、何年ぐらいいたのかな、7年ぐらいいたんですけど、その時の教え子がですね、実は、局長吹奏楽部にいます。まずその一人をご紹介したいと思います。網走第一中学校出身の、です。なんかご挨拶するかい？
いや、じゃあせっかくだからね、アンジェルも何か、なんか一言。頑張ります。本当に一言ですね、ありがとうございます。じゃあちょっと、これユーフォニウムという楽器なんですけども、彼女の演奏を、聞きください。どうぞ。ありがとうございました。実はもう一人、います、今度はシャリ中学校の時の教え子が、一人いるんですけども、こちらの方にスポット、はい、はい、シャリ帰ってきました。はい、彼女が吹いてるのは、これなんて楽器ですか？テナーサックスです。テナーサックス、ずいぶん可愛く言ってるね、なんかね。テナーサックスです。はい、それではね、中学の時も、テナーサックス、サキソフォンを見てたので、まさかね、また旭化成業でも会えると思いませんでしたけども、この2年間、今2年生なんですけども、2年間の頑張った成果を、お客さんに聞いてもらいましょう。それではどうぞ。スタートして2曲目に入ります。エルクンバンチェロという曲をお聴きいただきます。このエルクンバンチェロですけども、旭化成業高校吹奏楽部がずっと長年大事にしてきた曲です。まあ、伝統曲という言い方もするんですけども、また皆様にご披露したいというふうに思います。それでは行きましょうか。はい、聴いてください。エルクンバンチェロです。
ました、カーペンターズフォーエバーを聴きいただきました。はい、もうどん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 、プログラムが進んでまいります。もう本当にあっという間です。まず今日の演奏会とかですね、普段いろんなところで演奏させていただくんですけども、そこでツバメプランニングさんという、方にですね、いつもうちの吹奏楽部は映像を撮っていただいてます。そこで YouTube とかでですね、アップしてますので、もしお時間あったらですね、見ていただきたいなというふうに思います。おそらく多分今日の公演もですね、あと数日後にはきっと多分アップされてるんじゃないかなというふうに思うんですけども、プログラムの中にも、QR コードが書いてございます。部員たちが書いているブログとかですね、あと Facebook とか、Twitter、Instagram なんかもやってますので、なんか大変ね、難しい時代になっていますけども、情報社会に乗り遅れないように、たくさん情報をアップしてますので、ぜひぜひそちらの方も、ご覧いただきたいなというふうに思います。はい、それではもう準備はサクサクっといっていますね。はい、それでは次の曲、宝島という曲を演奏させていただきます。今日もね、中学生がたくさん、お客さんとして来ていただいて本当にありがたいなというふうに思うんですけども、シャリ中学校さん来てるんでしょうか。シャリ中学校さんいますか。ありがとうございます。今日土曜授業だったんだってね、まあ、大変だったね。はい、あとは網走中の方々どこら辺にいらっしゃいますか。ありがとうございます。それから厚生中学校さんがいらっしゃるんですよね。北に厚生中学校、はい、ありがとうございます。はい、たくさん中学生も来て、いただいてますので、ちょっとね、高校生ちょっとかっこいいところ見せたいなと思います。皆さんご存知の通り、宝島はね、よく本当に小学生中学生もみんな演奏してる曲ですので、お楽しみいただけるんじゃないかなというふうに思います。それではお聴きください。宝島です。どうぞ。
宝島をお聴きいただきました。この宝島は曲唱バージョンといいますかですね、まあ、その楽譜にまたちょっと、付け加えて、演奏させていただきました。はい、それでは、どんどん次に、行きたいと思います。旭川商業高校は実はですね、今年度で100歳を迎えました学校ですね。もし南川高校さんも100歳を迎えたということで、南川高校さんは同級生かなというふうに思うんですけども、吹奏楽部も、実は、97年目、になりました。北海道の高校の中では一番古い、バンドになりますけども、97期生、98、99と、続きます。で、来年4月に入ってくる1年生がちょうど100期生目ということになります。本当に歴史が本当に長い吹奏楽部であります。この吹奏楽部ですけども、大事にしている合唱曲が実はあります。2曲ほどあるんですけども、その中の一つの夜明けという合唱曲です。この曲は、卒業生といいますか、二十何年前かの生徒が、その当時の先生に、感謝の気持ちを込めて歌を作ったところですね。随分すごくいいメロディーだったというところで、その曲が肉付けされてですね、曲となり、それから全国あちこちで演奏され歌われてる曲であります。この夜明けをですね、今日は、皆さんにお聴きいただきたいなというふうに思います。この中で手話が出てくるんですけども、この手話も、ずっと大事にやってたものなんですけども、今年ちょっと、だんだんですね、慣れてくるとちょっとこう、錆びてくるものですよね。少しちょっとリニューアルしようということで、まあ、ちょっと専門の先生に来ていただいて、手話もリニューアルさせていただいた曲でございます。それでは、お聴きください。夜明けです。どうぞ。Thank you.
ありがとうございました、合唱夜明けを聞いていただきました、本当にあの高校生が歌うとこんなにもこう綺麗な曲になるのかと思うぐらい、私もずっと一曲唱ファンとしてずっと長年聴いてたんですが、本当にこの曲は本当に非常に美しいなというふうに思います。あの大人が歌うのとはちょっと違いますよね。やっぱりこう心の芯まで届くといいますか、本当に、歌の力ってすごいなというふうに改めて、感じる曲となります。もう早いものであと一曲最後の曲となりました。最後はミュージカルキャッツを皆さんにお聴きいただきたいというふうに思います。このミュージカルキャッツですけども、まあ本当に猫の話なんですけども、このミュージカルキャッツは本当に猫がたくさん出てきて、その一人一人の猫のお話というかですね、それをこういろんな性格を持っている猫たちがこう、まあ、紛争するといいますかね、そういうミュージカルです。あのこのミュージカルの中でたくさん猫が出てくるんですが、その中の、数匹の猫を、メドレーにしたものを今日聴きいただきたいというふうに思います。アンドリュー・ロイド・ウェーバー作曲、ミュージカルキャッツです。それでは、これ最後になりますので、皆様、一曲終わったら、もしもう一曲聴きたいなと思ったらどうか何かこうアクションしていただければというふうに催促して申し訳ないんですけども、はい、最後の曲ですね。それでは最後までお聴き、ください。最後の曲です。ミュージカルキャッツです。Thank you.
ます。最後はもう皆さんの拍手がね一つになりましたけどね。パチパチ、なかなかこれ難しいですよね。本当にあの初めて会った人とかもいるのにこうやって会うのってなかなか素晴らしいなというふうに思いました。あれがあってから私出てきますよね。だからちょっと今日長いななんて思ってたんですけどね、無事に皆さんのね、カーテンコールがあってよかったなというふうに思います。最後、1曲だけ、演奏させていただいて、今日の演奏会、終了とさせていただきたいなというふうに思います。本当に斜里公演は本当に楽しみにしている公演でして、本当に自然豊かですし、もう僕の地元でもあるんですけど、僕は清里町出身なので、本当に素晴らしい景色と、食べ物も美味しいですしね、ただちょっと寒いっていうところだけはちょっとあるんですけども、本当になんかこう帰ってくるとなんかほっとしますね。昨日網走の駅あたりで、道の駅ですかね、通って、あれ何でしたっけ、流氷砕氷船オーロラ号見て、ああなんかいいなーなんて思って、はい、あれシャリーなんか来るんですかね、あれはシャリーはもう、ね、来てもらいたいですね、シャリーにね、はい、本当にこの、ね、素敵な自然がいっぱいの街に本当にこう、3年連続来れて本当に幸せだなというふうに思いますし、斜里町をはじめですね、斜里町の教育委員会の皆様、それから、実行委員会の皆様、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。私が高校の時の同級生とかですね、先輩方が今日チケットの小切りとかですね、今日の影アナウンスなんかは、僕の一つ目のクラリネットの先輩で、本当に高校の時のですね、みんなにも支えられながら、町の方々に支えられながらこの斜里公園ができたんだなというふうに改めて、実感しました。最後の曲、ラテン付き行進曲です。それではまた、皆さんにお会いできることを楽しみにしております。本日は本当にありがとうございました。
本日の公演を全て終了させていただきます。外は大変滑りやすくなっております。足元に十分お気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。